はい、さて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 、はい、3日目が終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。木金で今日土曜日でしたね。はい、はい、土曜日もこの3人で回しましたね。昨日に続いて3人で回しました。で、今日は忙しかったね。今日はっていうか毎日初日も忙しかったんですよ。で、昨日も忙しかったんです。で、今日はやっぱり予想通り特に忙しかった。そうですね、ピッチリですね。電話もすごいピッチリ、はい、やったね。はい、だから施術しながら3人埋まっても、そのね、来店されたお客様とか電話の対応もね、練習になりましたよね。はい、そうでね、いや本当にいい天気になりました。で、この土曜日はね、忙しくなるやろうっていう予想できたから、はい、だから今日朝オープンする前に新見ちゃんと、ね、はい、お店、新宿の東急ハンズ走り回って買いあさって、はい、で、何だっけ、ね、札を買ったんですよね。そうですね、ただいま満席中っていう札を出しとこうって言ってね、全員が埋まった時の負担をちょっとでも軽減するようにっていうことでね、はい、でそれを出して、まあ、それを見て、そうかって言って変える人もいれば、やっぱりそれでも入ってきて、次いつやったらできるのっていう感じですね。はい、だから札があったから、まあ、まだちょっと負担を、そうですね、少なくできたなと。はい、はい、この予測ができるっていうのがすごくないですか。そうですね、このいや俺もそう、予測力っていうのもあるんですけど、その絶対明日忙しくなるやろっていうね、予測できたやん。そうです、これだけじゃなくて、はい、はい、それはなんで予測できたの。やっぱその、うん、前日おととい、その平日でも、うん、そのそうそう、予想以上の方が来ていただいて、うん、もうこれは土日やばいと思いました。なんかこうね、はい、感じるもんがあったよね。そうなんですよ、まあ、無料だからっていうのももちろんありますけど、でもね、時間を、なんていうの、3時間後でも4時間後でも今無理なんですよ、3時間後やったら行きます。でもちゃんと入れてきて、そうですね、でわざわざまた来てくれるし、はい、ね、びっくりですね。ですね、すごいですね。なんか朝もニーニーさんと言ってたんですよ、ニーニーちゃんと、ね、コーヒー飲みながらモーニングの食べながらね、はい、いや、忙しいぞっていう悩み、これ、これは嬉しい悩みやなと。そうですね、しれっと2人の口から、いや今日も忙しいんでしょうねっていう話をしてて、自然とそういう会話になるっていうことが素晴らしいですね。いや、今日客来るかな、いっぱい来てくれたらいいなっていう会話にはならんもんね。そうですね、うん、どんだけ忙しくなりますかねっていう悩みですね。そう、はい、そうそうそう、嬉しいですね。その続きはね、自分らの動画これから撮ってくださいよ。はい、で、これから私はね、散髪に行ってきますから。散髪に行ってね、彼らはちょっと業務して、はい、はい、で、朝も日曜日ですから、どうですか、日曜日、明日日曜日ですよ。また、はい、忙しいですよね。間違いないよね。間違いないと思います。いや、今日忙しいって、その昨日もその前も言ってたけど、今日はもうビッチビチに入ったもんね。入りました。ということでね、はい、おしっこする暇もないです、ね、そう。本当にね、本当にそうなんですよ。というわけで、疲れた時はやっぱり肉を食すと。肉を食すということで、はい、牛丼食べましょうか。ですね、好きやの、え、牛丼なんみたいな思うかな。いやいや、焼き肉ちゃうのちょっとあ、まだ遠慮してるね。そんな感じでまた明日も頑張りたいと思います。はい、はい、それではまた。では。